ご視聴ありがとうございます。ひろみです。今日は先日仕上げたこのチューリップなんですけど、これの仕上げのコート材ですね、それの質問を受けましたので、ちょっと急遽そちらの動画を作ってみました。ストールペント用の水性のニスですね、それで大丈夫ですが、全体を塗るんではなくて、このチューリップとか葉っぱの部分ですね、その部分にだけかけていきます。で、筆はナイロンの筆よりもこういう柔らかい動物の毛の方が塗りやすいと思います。あまり光沢がないローグロスのニスなんですけど、水溶性のこれをつけて、ではですね、ちょっとはみ出てもいいんですが、あんまり同じところをこう何度も触らないように、まあ、こういう感じで塗っていきます。ここも筆の角を使ってこういうとこも塗っていきますね。ニスなんですけど、この手帳を買った100均コーナーに売られてましたので、透明な小さい瓶で、それでもう十分です。一度濡れましたので、ここでドライヤーで乾かします。熱風をかけた後は今度は冷風にして十分に熱を取ります。できるだけこうはみ出さないように塗った方が、どうしてもその跡が多少残りますので、はい、これで2回塗りました。もう少し塗りたい方は重ねて塗ってください。で、塗るほどに表面は強くなると思います。今日使ったニスはもう残念ながら廃盤になってるんですが、ネット通販でトールペント用のニスというふうに検索していただければ、水溶性のクラフト用のニスが出てきますので、それらを使っていただければできますので、今日はご視聴ありがとうございました。何かちょっとでも役に立ったようでしたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。